こんにちは。おはようございます。いよいよ明後日に迫ってまいりました。広報ライブなんですけども、ちょっと何点か広報からお知らせがあります。ありがとうございます。パスマーケットに書いてあった住所が誤ってございました。すいません。正しい住所下に書いてありますので、ちょっとご確認ください。駅から7分ぐらい歩くんですけど、もちろん Google マップとかいろんなマップが使えますが、芸術家の家さんのホームページに行き方が詳しく載っているので、もし迷われてしまったらそちらから、そちらを使って来ていただけたらと思います。開演時間は開場時間が30分前なんですけど、開演が14時なので1時半開場ということになります。その場所が芸術家の家スタジオさんが住宅街にあるので、早めにいらっしゃっても住宅街にお待ちいただく、道路で待っていただくことになっちゃうので、1時間とか2時間とか私たちもリハーサルがあるので、対応ができない状態なので、30分前開場時間にいらしていただけたらと思います。それから会場内は暑いんですけども、飲食が禁止になっているので、お部屋の中では何も召し上がらないようにしてください。ただ、ビデオ。写真撮影、演奏中は OK です。ただ、フラッシュだったり、あまりバシャバシャ音がするようなカメラは、周りの方に迷惑になるような行為はご遠慮いただきますよ。我々もちょっと演奏中に気が散ってしまうので、その点だけはお願いしたいです。以上ですかね。では、ごぼう頑張って楽しいコンサートにできるようにしたいと思います。明後日よろしくお願いします。では本日も良い一日を。最初さ、ライン長いけどどうする？山崎大輝なの？ここまで。あ、本当だ。じゃあなんかやってます。人に弾いてください。あ、ならなかった。